<music> はいということで皆さんこんにちは願い星のファンクとおはようございます。 とというこで、ね、今回はですね、ゆるいゆるいポケカ雑談になってます。なので、えーまあ、分かる人だけついてこいスタイルで、本当に申し訳ないんですけど、<laughs> そういった感じになってしまいます。はいえー、今回はですね、僕らの、えー、とポケモンカードの、まああのー、僕ら自身のポケモンカードとの歴史の話だったりとか、あとは、えーとえー、と僕らが始めた人来ゾーンぐらいからの。えー、ビビレギぐらいからでいいいかでんじゃない まあ、BDQ からでいいか。その辺からの、えー、カードの、まあ、環境デッキ、こんなのがいたよねとか、あんなのが強かったよねって話を、まあ、していく動画になります。なんでまあね、あのその当時からやってる人とかも、まあ、見ていただけたら、ああ、ちょっとこれやっぱ懐かしいよなって、同感してもらえるような、まあ、動画になってるといいなっていうふうには思ってます。はい。えっ、ー、と、まずですね、僕らとのポケモンカードの、えー、歴史ってところなんですけど、ちなみにね、 あの僕なんですけど、公式戦、うん、ポケモンカードの、えっと、公式戦に初めて出たのが、あのね、この間写真、写真がね、出てきたんですよ、その家の写真を整理してたんですけど、<ー>いろいろ、そう、それで出てきて、そうびっくりしたんですよ、僕、こんな大会出てたっけみたいな、しかもカード部門でちゃんと出てたんですけど。 それがですね、あのポケモンワールドチャンピオンシップス日本代表決定大会ってやつですね。はい、うん、う予選か。はい、予選です。選考,選考会。僕、それがあの公式大会のデビュー戦ですね。<laughs> <laughs> そう、あのダブリアスのプロモがもらえる時のやつですね。 もから俺ら俺らぐらいしかわかんないよ、これは本当に。現行やってる人でもわかんないよ。ジェットソードって技を持ってる、あのガバリアスと、あと深まるとね、ガバイトと3枚セット。全部光ってる。全部光ってるんですよ。そうそれがもらえる時の大会があって、えと僕、これがね、この年はカードで出てて。九年か九年か。2008年か。たぶん8年か。で、この翌年で僕、ゲームで出てるんですよ。この同じぐらいかあ、あつか。あの、ホームアウトできる。とか。 レジェンドでカードで言うレジェンドで、えっと、ホウオウとルギアがもらえるやつですねプロモのやつもらえるやつですでその時にパレンダーもんかあるよだから <laughs> でね僕ねこれ当時握ってたデッキもね写真に写ってたんだよ <laughs> びっくりした <laughs>、まあ、キーカードだけなんだけど多分ね思い出せるあの僕当時使ってたデッキが、えっと、マニューラ銀河ですねあんあみんなで襲うやつか そ確かに。みんなで抑えるやつ、あのー、いっぱいいると打点が上がるやつですね。マニューラ銀河っていうチームアタックって技を持ってて、まあ、自分の場の、えっと、SP、うん、スペシャルポケモンの数かける10ダメージで追加っていう効果のポケモンで、そ,ね、まあそもそもこのマニューラ銀河の上技の仲間を呼ぶが強くて、その0エネで打てて、SP の種ポケモンを2枚まで持ってこれるみたいな、2枚までベンチに出せる。 っていう感じで。でね、僕は当時このマニューラ銀河と,、えー、とドンカラスかなドンカラス銀河を、ね、組み合わせてデッキを組んでたはず。悪軸のデッキたはず、うんそう。あとトゲキケスチャンピオンとかも入ってたかもしれない。そうそうそう。あれね、結構強くて。穴とかも入ってたかもしれない。なんか当時そういうデッキを組んでて、まあ、マニューラ銀河を主軸とした、えー、とスペシャルポケモンのデッキを組んで、 まあどうやらそのワールドチャンピオンシップスのうううあの違うジャパンチャンピオンシップスの予選会かに行ったみたいです。まあ僕公式戦それが一番最初です。あ<ー>えマユンはの公式戦のデビューはどこ？まあジムバトルも公式戦だけど一応。結果はジムバトルで。ポケーカーはジムバトルで。ポ <laughs> <laughs> <あ>ケーカーはジムバトルだね。うん、そうだね。他のゲ競馬とか持ち込まれた。そう、ね。俺だから当時でも俺。 ポケモンカードのそういうなんだろう、ジムバトルみたいなやつ、まあ、やってたことかもしれないけど、出たことないな、店舗大会みたいなやつは多分。あ、あのー、当時の9歳の。そうそう、9歳とか10歳とか、のあの辺の僕は出てないですね。うん、そう、あの、すべてを吹っ飛ばしてそこ行ったから。<laughs> ああ<ー>。<laughs> 本当に、ね。俺でも当たった対面とか全くもせないもんでも結果はすごく悪かったのを覚えてる。全然勝てなかった気がする。 多分ん、ね、一回勝、一回だけ勝てて、あと全部負けとかだったと思うんだよ。あ出たことに意義があるから。そうそうそう。うまあ僕らが、えー、ポケモンカード始めたって話は前の動画でもしたんですけど、うん、えっと、まあ、その人雷ゾーン、人雷ゾーンじゃない間違えたわ。人雷ゾーン人雷スパーク。人雷スパーク。人雷スパークゼラオロの特性ですね。うん、人雷スパークっていう拡張パックが発売された時ぐらいに、 始めてで、えっと、まあ僕らが今回話すその環境の話、そのなんだろう、こういうデッキがあって、こういうデッキは強かったよねって話の話題に出てくるのがもうちょっと先の話なので、えまあ、ここら辺はは、まあ、あんま触れてもねって感じですね、まあ、触れてもそんなに知らんわって感じなんですけどああ。あれだね、もうやっと始めたぐらいだ。 そうなんだよね。始めた当初はだから、多分ゼラレックとかがめちゃめちゃ流行ってた時期なんだけど、その時期で言うと。そうゼラレックが多分めちゃくちゃ多くて、次に多分ウルネクグランとかじゃないかな。多分ミストレが多分当時から高かったと思う。そう、ウルネク、あと多分ね、うん、マッシブーンとか、マッシブンーンジックとか、あの辺強かった。だから、ね、多分あの辺が結構ブイブイ言わせてた時代。あとまあ、<laughs> <な>うん、まあ、ルガゾロが、まあ。ルガゾロはいたね。ルガゾロ。 俺ら,<う>俺らがそれ始めたのちょっと前だから、たぶ XY のメンツがまだいたんだよね、多分ああ、いたね。この時はまだ使えたから。多分ゲロゲ・ジュナイパーとかもいたんじゃん。ああ、そうだね。あと、多分ね、ゾロワークの相方があのガマ・ゲロゲだった説もある。ああ、たあ,、ね、ある、全然、うんまあ。ジュナイパーとかもいたけどね、当時から。ゲロゲ・ジュナイパーとか、ゲロゲ・ジュナイパーとか。ゾロジュナとか,ロジュナとか全然あるわ。ゾロジュナも強かったね。なんとなくまとまってるわ、その,その3匹は。 <laughs> あと、サーナイト GX とかも強かったかな、当時、多分相当強かった気がする。まあ、結構強くて使われてたイメージはあるな。サーナイト GX、あとグレーシアもいたしね。グレーシアはそうだね。た<分>、うん、はい。まあ、そんな感じで、えーとまあ、僕らが、えー、と大会に参加し始めるようになるのはもうちょっと後の話なので、まあ、ちょっと飛ばしていくんですけど、まあ、その後フェアリーライズっていうパックが出,出たらしい。<laughs> これ、マジ幻のパックすぎて、当時手に入らなかったから。 大豆はもう、アロ級がね、やばすぎて。ね、やばかったよね。あれだって4000円とか5000円したもんね、1枚。4000、ね、4000円ぐらいか。俺らが始めたときは4000円台。で、だよね。あの、売り切れた瞬間に5000何ぼとかもらな,なかった俺だって喉から手が出るレベルで欲しかったもん、アロ級ロコン。本当に不思議な飴2枚持ってこれるだけで世界変わるから、本当に。ボールと、そ<う>ボールとね、 不思議なでもうグロスい食べちゃうからねそうそうそう、本当に欲しかった当時。でまあ、僕がフェアリーライズ開けられるようになるのはもっともっと先の話なんですけど、本当に欲しかったな当時。で、僕らがちゃんとポケモンカードのパックを開けられるようになったのは多分この辺、えー。その次に出た超爆インパクトっていうパックですね。超爆これね、マ真マはね、あの回転に合わせて並びに行ったやつですね。僕は行ってないんですけど。うん 裏技使って一番で並んできた。<laughs> 裏技ね。そうそうあの <laughs> その、裏技って言ってもちょっと分かんないと思うんですけど、その、店舗の入り口がなんか3カ所ぐらいあるんですよ。で、それで一番なんか早く開く扉の前に並ぶみたいな。これあれね、マジで全本当に関係ないんだけど、松葉さで行ったんだよ、あれ。そうだ、お前、怪我してたもんね。怪我して松葉さで行ったんだよ。あほ <laughs> らしい。これもありますよ。はい。<laughs> はい、ということで、まずその、懲罰。 わたっこがやばかった。わたっこが最初これ、ね、そうし、これ、わたっこ,こ、まあ、レアなんですけど、わたっこロストマーチで、その、レアリティがレアだから、みんな組みやすいよと、初心者みんなこレ組もうって言って、多くのユーチューバーがおすすめしたんですよ。なんだけど、わたっこ書道1枚2000円とかで、ね、れねみんな欲しいって言って。<laughs> まあ、そもそもポキカバブルが起きて,てね、ノキナミ全部高かったから、うん、まあ、それもあるんですけど。そう。って 一番安く組めるはずが、なぜか一番高くなっちゃったっていうね、よくわかんない。<laughs> 懐かしい、ねあ。でも当時、その僕らもこれ、パックが出たあとぐらいから大会に参加するようになったんですけど、そのジムバトルですね、ジムバトルを再開するようになったんですけど、えー、っとそのジムバトルとかだと、ジムバトルはでもそんなに環境デッキあんま多くなくて、当時は。ななんか色々いた、ね、なんかかた本当に。 なんかみんなやりたいことやってた感じはあったよ、ね、よし俺ね当時の対面全部メモってるんであるんですよ実はああ俺がメモれって言ってやった <laughs> 実はねそ自分が踏んだ対面は全部覚えてるそうマグナルゴとかいたよねえっとね一番最初なんですけど僕が最初に出た大会で当たったのは身内戦は分かったね三身内戦を除いて、えっと、まずねギラティナ・カラマネロっていう、まあ、いわゆる超バレットかなギラマネロだね、うんうん じゃん今もう <laughs>、ねまあ、打点が届かれ、あれもやれねえ、にこれもやれねえっていう <laughs> 感じだけど。はい、当時はそうコスパ良かったもんね。強かったね。戻っっててブブンブンするっていうそうで、えーっとまあ、僕がこの初めて出た大会、準優勝で決勝卓で当たったのがグランブルですね。あ<ー>これが公式大会とかでもちょっとおおみたいな感じになったデッキで。 まあ小百六十て出せるみたいな。小爆に入る。いろんな、いろんなやつで、ズガドンとかも強いしさ。データ、データ、アーゴヨン、ゼガヨン、アーゴヨン、ね。はい。ミナニウムも強かったね。たねまあ、発売された当初はそうでもなかったんだけどね。なんか急に強かった、ね。フワマテラとかもそうだし、ここ,こ,しすこ,こだし、あとはデバナニアースとか、カタキブラッキーとか。うん。あのね、小爆<こ> すごく収録のカードがね、めちゃめちゃいいカードが多くて。んうん。なんだこれって感じ。<laughs> 発売される当時はそうでもなかったはずなんだけど、後々なんかすごく見かけるようなカードが多い。だそうそうそう。いや、でも、マジ<え>、このパックに関して言えば、本当にプリズムスターくじがひどくて。そうだの、ね。ルザーカ <laughs> <の>ファクトリーだね。そう、ファクトリー、まあいや。ファクトリーとルザビーレとセレビですけど、 セレビはまあ当時はまだ使われてたんですよ。まだ使われてた。そうでも当時、ルザミーネとかマジ誰が使うんだみたいなカードだったわけですよ。ほぼ使わてなかった。使われるのかもうちょっと先なんで。<laughs> あれなんですけど。本当に。当にまあ、ファクトリーは強かったんだけど、もっと強くなるのは後の話、うん。この時のファクトリーはまだいいカードだったよね。 ああ<う>いい感じにプリズムスターしてるなって感じだったよね。そうそうそう。まあ、ズガドーンとかのデッキに入って、安定したドローを出せるっていうところが強かったっていう感じで。まあまあ、許せないけど、まだいいかみたいな。まあ、やばいな。こいつが悪さするし,し始めるのは、まあ、タックチームが出てきてからの話なんで、もうちょっとさっきかなって感じで。でも,でも結構、キ並み強いわ。でも、こんな感じかなそう。いやでもこの後 でパックに入ってるカードだとルギア GX とかも結構強かったんだよね当時はああまあまあ2個玉で打てるからね、まあ、使いやすいよね<う>間違いなくて,てかそもそもこのデッキのコンセプトとしてこのデッキじゃないこのパックのコンセプトとして<っ>なんか500円デッキと組み合わせましょうっていうのが公式の,あの売りだったわけよこのパック自体が、うん、だからなんかルギア GX をあの500円デッキに入れて強くしましょうねみたいな <laughs> 公式の売り方だったから、まあ、そもそもそういう売り方だったせいもあって、結構カードの収録恵まれてて、でかつ、再録が多いんですよで。この当時が再録が多いのは、その汎用カードが軒並み高くなったっていうのもあって、うん、そ,うそれでハイパーボールとかポケモンキャッチャーとか、まあ、入れ替えアメ、チ巻きあたりも。チ巻きも100円とか、<う>ハイパーボールもそうだよね、100円とか。高かったんだよね、なんか分かんないけど、すごくした。はい、リーディアも100円したし。うん、そう すごく高かったんだけど、まあ、ちゃんとその辺もその再録しますよ。初心者向けの人でもちゃんと集められるように再録しますよっていう、まあ、公式なりの配慮があったパック、うんそう。で、あとこのパックで絶対に触れておきたいのが宇津木博士のレクチャーね。うん、<laughs> この書道めっちゃ高かった。本当に高かったんだよ、このカード。俺でもノーマルでも1000円ぐらい、ね。1000円ぐらいしたよ、当時。うん、俺だって SR 出して発狂した覚えやるもん。うん、<laughs> そう。いや、<れ>俺だって SR 出してし、 ノーマルが全然出なかったせいでデッキに採用してたからね。ああ。そうそうそう。次な次は強いよな俺が使うとアロコンとダンバル並べられるから強いよねみたいなところがあった。でも当時は多分ルガゾロとかにも入ってたし。ルガゾロそうだね。そうそうそう。ゾロワとイワンコ並べて。 あとメタモンが、メタモンも一緒に並べてとかもできたし、あとはまあ、そのこのパックに入ってるロストマーチのやつとかはもうほぼ必須みたいな感じで、うん、あもう本当に4とか積まれてたし。まあ3は入るね。そうそう、3から4で,、まあでな、ポポッコも持ってきますみたいな <laughs> 使われ方をしてたっていう感じかな。うん、まあ、そんな感じで、環境としては、まあ、その売れネクとかが五つ、 そこに新たに、えー、グランブルだったりとか、まあ、ズガドンアウゴ4っていうデッキが、まあ、入ってきたってことですね。あ、まあ、ロストマンチ、この時まだあれだったの、ね、結果としてボス多かったけど、他が強すぎてなんか食い込めなかったんだよね。というか、まあ、あの、ジェットパンチが強すぎた,すぎたいや、違う、ジェットパンチ、ジェットパンチ。ジェットパンチが強すぎたある。あ、ウルネクの方がしんどいよ。<laughs> ウルネクもしんどかった。ウルネクの滅亡の光もしんどかったけど、あのマッシブン GX のジェットパンチもなかなかの脅威だった、あれは、当時。なんかね そもそもベンチを守る札あのカードがその当時空の柱しかなくてで、うん、その空の柱すら値段が高くて買えないみたいな世界だったから、まあ、必然的にそうなったっていうそうだねあの時はうんロストマーチはボスの割にそんな勝ててなかったそう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 まあ売れネクもあったね売れネクの滅亡の光も大きかったな結構うんまあそもそもギラテナでて知てるしね <laughs> うん、もう笑えないぐらいしんどい。<笑>,<笑>,笑えないぐらいしんどい。はい。じゃあ,まあ次行きましょう。次が、え強化拡張パック、ダークオーダーですね。<え>はい。この辺はね、僕ね、このパックですごく思い入れのあるカードがあって、それがね、ナットレイ。ナットレイ。ナットレイ。こいつね、僕、使ってたんですよ、当時。その、メタグロスの次の相棒みたいな、まあ、そのジバコイルっていうカードを使いたくって、 そのジェボコイルと合わせるポケモンとして何が強いんだろうっていうところの答えとして行き着いたのがナットレイ。で、えっと、スロンボットスローって技で、えっと、前に80点出しつつ、まあ、エネルギー最大5枚までつけてると、ベンチに100点出せれますみたいな。まあ、めっちゃ強かったんですよ。100点出せればね、カラマネルワンパンできるっていう。そうします。そこが強かった。まあ、そこは狙いで入れた。実際は、あの僕は勝ててません、この打撃は。 でその原因を作ったのがこのパックに入っているジラーチとサンダーです。はい<え>まあ、いわゆるジラさんってデッキがえこのパックが発売されたことによって出てきたんですけど、うん。うん、まあ強かったよね。出たときはさ、誰もメタルうど,どうやってメタればいいのって感じだったもんね。<laughs> 止め方はなかったよ、当時だって、本当に。どうれ最初の2週間ぐらい、ね、何もなかったもんね。そう、無双してた。 そうしてた、マジで。そう。だエレキパワーがあって、打点も調整できて、でかつ1年に80点出してくるっていう脅威でしていう。ジラーチはね、マジでね、あの俺が無限に喋れる。<laughs> 無限に喋れる。ジラーチだけで動画作ってもいいもん、ね、なんなら。<laughs> じゃあ、ジラーチはね、まあ、今度喋ってもらおうとしましょうよ。<laughs> ちょっとここで喋りすぎるとね、尺食っちゃうんで。で、まあ、当時、 環境デッキかどうか分かんないけどジムバトルとかでちょくちょく見かけたのは電流かなうんまあ、電流はなんかいたよね中に、ね、エレキパワーをね引っ張ってくる電流をねちょくちょく恨みた <laughs> ここは多分ジラさんがインパクトでかすぎて、ね、まあジラさんあんまりにも強かったてかそもそもその原因の一つとしてあのこのパックに入ってるカプコチョコプリズムスターとかいうカードが強すぎるんですよ、うん <laughs> あれはおかしかったもん。だって、すられたときからおかしいって分かってたしね <laughs>、うん。強かったなー、カプコチコ。しそもそも。収録しかなかったもんところ最初。<laughs> えー、そもそもね、サンダーマウンテンもあって、これもあるっていう時点で、雷かなり強かったんで。うん。まあ、雷の強いカードが出たらそ、ね、そりゃねって感じ。ですね。あとは、まあ、当時から結構使われ始めたアブソル。アブソル、ね。うん。うん、ジラーチ、そのジラーチ。 の、まあ対しの明確なメタだったよ、ね、そうこれは最初の頃はそんな使われなかったんだけど、ある時からそのジラさんに対して強く出れるっていうところで、うん、そう採用され始めた。実際は,実際はあの入れ替えとか穴抜きの紐とかいっぱい入ってるから、あんま意味ないんだけど。<laughs> そうまあ、当時はグズまでも入れ替えられるっていう。ギラマネロのアブジラーチとかを、まあ、もう単純にスケボーを要求して牽制できるっていうのがまあ主な使い方だったかな。 ジラジ使うキ根本的にアブソルがちょっとしんどいところがあったから、ジラさん以外のデッキの方がたぶんしんどかったかもしれない。あまあ、そジラジう。相手にデッキかなそう、まあ、結構でもこのアブソルいい役割をしてたなっていうふうに思う。まあ、最近ちょっと使用率が低くなってはきてるけど、まあうん、当時は強かった。だしねでもこんなところじゃないジラ、ジラさんが強かったっていう話で結構すんなりそうだ、ね、そうあと まあすごくどうでもいい余談なんですけど、そのこのパックを開けるときに、あのそのジアーチのカードってレアじゃないですか。<laughs> で、あいつの、あいつをね、当てようと思って、こうカードを5枚、ピッピッピッって見ていくわけですよ。で、おっがれタイプだわわっ,ってやったときのギルルド、ギルガルドが出たときの、ショックの生き方がマジすごいんですよ、このパック。これはそうだねあの。 多分ダークオーダーを箱で剥いた人とかは結構これあると思うんですよ。ジラーチって箱多くて2枚とかなんで、1>, うんうん、1枚ギルガルドが引っ掛れると結構メンタルいくんですよね。俺だっ,てだってシングルで <laughs> シングルじゃねえよ、その単品買いでパック開けて、毎回毎回鋼くんのにギルガルドだったから本当に泣いてたもん、当時。超しなかった。うん、そう。 まあそんな感じかな、触れることとしてはね。あと、ブラックマーケットとか強かったな、当時。使ってる人もちょこちょこいたし。まあさらっと触れてあげると、まあ、道具落としの二段切りがちょっと強かったねっていう。あ,あ、そうね。あと、ガオガエンとかもいたけどね、スカーチャージの。ガオガエンなんか、んかガオガエン、アロキューと組み合わせる人だよね。ちょくちょくね。スカじゃなかったじゃん、ま、のような、まあ、は。い。前評判あったっけよ、<laughs> 前評判あったね。 はいじゃ。そして、じゃあ次。まあ、次、僕らがすごく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 お世話になった、えー、ハイクラスパック GX ウルトラシャイニーってやつですね。はい。これも正直全部触れたいぐらいだけどね。まあ、ちょこちょこ触れていきましょう、かいつまんで。<laughs> まずは、そう、再録されてすごく嬉しかったっていうのがほぼだったんだけど、そうね。まずは、まあ、まずカプテテフがやっぱ触れなきゃいけないとこかな。 白,白グズ出てくるよね <laughs> そう白なグズマ、うん、カプテテフこいつら本当に当時1枚1000円2000円そしてカプテテフに関しては6000円とかしてて、うん、もう本当に手が,届けなかと手が届かなかったカードが再録されたっていう形で、まあ、それが出るってだけでも本当にすごく価値のあるパックだった、うん、あとはカラマネロも美味しかったしミステリートレジャーも良かったし、うん、あとはゾロワゾロワークもそうだ、ね ゾロワークはでけえよ。でかいよね。ゾロワークはでけえよ。あれ、収録だって変なところだったからね、うん、光る伝説っていう。あのね。あのねそろそろそう。変なとこだったしね。熱、ね、いよ、ゾロワークの再録は。あと、ま、支部もね、うん、当時でね、あんまりささやがれてなかったけど、一応1枚1000円したカードだったから、うん、まあ、それが再録されたのも大きかったかなっていうふうには思ってるかな。うん、あと、ディアンシー・プリズムスターとかも高かったし、当時は。うん。まあ、結構なんか高かったカードが全体的に、 録されてすごく需要があったパックで、まあ、僕らもね朝6時とか5時とか6時間並んだよねあれね俺6時半俺6時半そっかじゃあ俺その後だから7時,7時過ぎぐらい、うん、そういやめっちゃ頑張ったあれ <laughs> 近くのスーパーみたいなとこにさ <laughs> 朝その時間から並ぶんすよ <laughs> そうでもめっちゃみんな並んでるからねあの時やばかったよねめっちゃ人いたよねありえんぐらい人いたいて 結構ね大変だった覚えはありますねでえー、っとそうウルトラシャイニーで触れるとくとそうウルトラシャイニーには色違いポケモンが収録されててその色違いポケモンってやつもなんか出ると結構嬉しかった覚えはあるそうちなみに僕が一番最初に当てた色違いは影坊主だったかな多分そうだったはずはい そんな感じでね。そう、あと GX ポケモンも必ず1枚色違いが入ってるよっていうパックで、うん、僕は当時メタグロスとか、ゾロワーク、レッグーザー、まあ、リザードン、うん、もちろんそのあたり欲しかったんだけど、一番最初に当てた色違いはアーゴ 4GX だったかな、と思います。そう、あと一番最初に何気に当てたボックスでカプテテフの UR 当てたのは結構大きかった気がしますね。あ、レスキュー短歌とかも再録されててすごく良かったな、このパック。 そ,うそんな感じで、ね、すごく才六に、えー、ありがたみを得たパックで,で、えっと、このパックが発売されることによってジムバトルでも結構なんだろうな、まあ、昔流行ったデッキとか昔強かったデッキってやつが、まあ、そのシャイニーのカードを使って組む人が増えたせいで、まあ、結構そういったカードのデッキが増えたっていう時期だったかなっていうふうに思っていて、まあ、それこそ、えっと、地ならしのマグカルゴが、えー とイ録されたってことでグランブルデッキの母数が増えたりとかえーあと朝まあグレイシアとヌオーを合わせたえと水パレットだったりとかえが出てきたりあとはそうですねあれですねあのガブル化とかもこの時期結構あの復活したデッキだったかなっていうふうに思いますまあガブリアスのトータイプの方が高くなった理由にはそれがあったりするっていうのはありますかね あとは、なんだろうな。あと、この時に、まあ、売れネクも単純に母数増えたっていうのもあったし、とにかくなんか昔強かったデッキをとにかくみんなが組めるようになったっていうので、すごくすごくありがたかったパックだったっていう感じで、ちなみにちなみに、えっと、僕のこの当時のえ戦績なんですけど、僕はこれはね、この時は地場なった コイルナットレイをまだ使ってた時期だったので、まあ、ウルネク・カラマネロにも負けるし、ゼラオラ・サンダーにも負けるし、まあ、負け続けだったっていう感じですね。まあ、とにかくウルネク、そしてルガジョロ、えー、そして、えー、っと、ゼラオラ、K、ケイ、サンダー、ジラさんとか、まあ、そういったデッキがとにかく強かったっていう時期です。まあ、シャイニーが出ても、ジラさんとかの強さはあんまり変わらなかったかな。 めちゃめちゃ環境が変わったパックってわけではなかったかなっていうふうには思います。まあもともとサイロックパックなんでね、そういったところはあるんですけど。はい。そして、えー、次、行きましょう。次がね、次からが重要。